ただいまから視聴記者会見を始めます。会見時間は45分間、終了時刻は11時を予定しています。皆様のご協力をお願いします。本日は広島市からの発表案件が1件ございます。発表案件は令和3年の平和宣言についてです。それでは市長お願いします。はい、令和3年度の平和宣言についての説明をさせていただきます。昨年から引き続き世界では新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、核軍縮に向けた議論が停滞しているというふうな状況にあります。そうした中でありましても、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて国際的な動き、つまり国際社会の歩みがきちんと進むようにということで、発信力のある平和宣言をしたいなというふうに考えておりまして、懇談会のメンバーの皆さんからいただいた、必要な意見なども踏まえながら、遂行を重ねて、今回の宣言を作成したという状況にあります。また平和宣言を、読み上げる平和記念式典に関しまして、これは規模を縮小して参列いただく方も限定せざるを得ないといった状況にあります。そういう意味で平和宣言がですね、世界の多くの方に届くように発信にも力を入れたいなというふうに考えております。そういう状況の中での平和宣言ということであります。それではお手元の資料をご覧ください。まず1の宣言作成の基本姿勢、これを説明いたします。平和宣言の作成にあたりましては、これまで通り被爆者の思いを伝えること、これを主眼に置いております。そしてそれと同時に、平和宣言に関する懇談会での意見、これをしっかりと取り込んで起草するということにいたしました。構成に関しましては、被爆の実相、時代背景を踏まえた事項、核兵器廃絶に向けた訴え、平和への決意、被爆者援護施策充実の訴え、原爆犠牲者への哀悼の意といった要素を盛り込んでおります。そして、過去の平和宣言におきましては、連帯あるいは継続といった行動理念、こういったものを提示してきましたけれども、今回は基本となる考えとして、為政者を選ぶ側の市民社会、この市民社会に平和を享受するための共通の価値観を形成するということが必要であるということを念頭において平和宣言を作成いたしました。またその平和宣言をですね、若い世代に中心に広く市民に理解を求めていきたいというふうに考えまして、できるだけ丁寧な表現ということに努めました。そんなことが基本姿勢になります。次に2の宣言の骨子を説明いたします。まず宣言の冒頭におきまして、被爆後に女の子を産んだ被爆者の言葉を引用いたしました。そして核兵器の恐ろしさであるとか非人道性、これを伝えるとともに、被爆者が他の人を思いやる気持ちを持って平和への願いを発信してきたことを述べた上で、これからは核兵器禁止条約に基づいて核の脅威のない持続可能な社会の実現を目指すべきであるということを訴えています。次に、そのために核兵器の完全なる撤廃に向けて人類の英知を結集する必要があることを訴えるとともに、未来を担う若者に願いを託する、その被爆者の言葉を交えまして、若い人に行動を求めるというふうな構成になっております。またヘレン・ケラーの言葉を引用いたしまして、個々の力の結集が世界を動かす原動力となりうることを示すとともに、核兵器はいらないという
声が市民社会の総意となるよう、被爆地広島は被爆の実相というものを守り広め伝えるという活動を続けること、そして世界中の平和首長会議の加盟都市と一緒になって平和文化を振興すること、これを通じて犠牲者の政策転換を促す環境づくりを進めていくということを宣言いたします。各国の犠牲者に向けては、核によって相手を威嚇するという発想から、対話という方法を通じて信頼関係を作り上げ、それをもとにして安全を保障し合うという発想へ転換を求め、そうするためにもですね、被爆地を訪問して被爆の実相を深く理解した上で核軍縮を進展させてほしいというために求めております。そうした上で、日本政府に対しては被爆者の思いを誠実に受け止めて、核兵器禁止条約の締約国となるとともに、第1回締約国会議に参加して核保有国と非核保有国の橋渡し役をしっかり果たすように求めております。また黒い雨体験者を早急に救済するとともに、被爆者支援策のさらなる充実を強く求めると、こういった内容になっています。宣言の行使は以上のとおりであります。最後に3の宣言の発信ということに関してでありますけれども、これまで以上に平和宣言の内容を広く世界に発信して、平和を願う広島の心といったものを多くの人に共有してもらうために、式典の翌日の8月7日午前中に英米2カ国語の動画を YouTube にアップロードするとともに、各国の要人、そして平和首長会議加盟都市や各国の国連常駐代表などに、さまざまなネットワークを活用いたしまして、広めていく、拡散していくということにしております。説明以上です。なお、参考資料として引用をいたしまして、被爆体験者のですね、記に書かれたコメント、その方々の、ね、コメントをつけておりますので、後ほどご覧いただけると思います。以上です。それではただいまの発表案件に関して質問がございましたらお受けいたします。質問される方は社名とお名前を名乗ってからお願いします。質問のある方いらっしゃいますか。はい、テレビ新広島さん。テレビ新広島の浜田です。はい、今回のですね、平和宣言で市長が最も訴えたかったこと、ポイントをですね、今ポイントはある程度言われたんですが、うん、ちょっと長すぎるんで、もう少し最も訴え絞ってですね、絞って、1点とか2点とか絞って言っていただければと思いますが。なるほど。じゃあ絞って2、3点ということです。まず強く訴えたいことという大前提でありますけれども、この1月に核兵器禁止条約というのは発効しましたけれども、もう一方でですね、世界情勢は、核兵器保有国がですね、核戦力の強化であるとか核兵器の近代化を進めるということでありますので、進めているという状況がありますので、いわばこの二律背反の状況といいますかね、相そぐわない状況があるという、そういった状況の中であります。ですから、こういった状況の中でですね、核兵器の完全なる撤廃に向けて人類の英知を結集すると、ね、英知を結集、まずそれをしなきゃいかんということを一番強く言いたいと思います。さて、その英知を結集するという総論といいますか、大きな目標に向けて、じゃあどうするかといったときに、少し具体的な対応を申し上げると、犠牲者を選ぶ側の市民社会、ここがですね、共通の価値観を形成すると。この犠牲者っていうのは市民社会の中から選ばれるわけですから、その根っこのところがしっかりした
考え方をですね持っていただくということで、その考え方の広めていく、作り上げるためには多分これからの若い方々がですね中心になってそれをやっていただくということかと思っています。戦争を経験した方々、日本においてはもう多くの方々ですね高齢化していっております。若い方々は戦争経験がないとかですね、そういったものを知らない中での、これからの世界を考えていくわけですから、ぜひ学の実装とかをね知った上で考えていただいて、そうするとそれを伝えるということを平常時からやるために、平和を求める文化、平和文化ということをですね進行するということが重要と、そういった枠組みの中でこれがうまくいけば為政者の政策転換を促すと、こういうことになろうと思っています。そこのところをしっかりやりたいということですね。もしこれがうまく機能すれば、一つの前提条件は整うんですけど、もう一つポイントは為政者の方であります。為政者の方に関しては求めていくことは、対話を通じた信頼関係の構築、安全保障を対話を通じてやり合うということで、決して威嚇をしながらですね平和を確保するということ、まあ、それが動物的な本能としては一番やりやすいのかもしれませんけどもね、人間は理性の、ね、動物ですから、それを超えるということをやろうじゃないかということを考えていただければ、市民社会の動きと合致するんじゃないかと、構造的にはこういう構造になっていると思います。そうした中で、とりわけ日本政府には今言ったことを集大成で申し上げると、禁止条約の締約国になること、そして締約国会議にはねまず参加してもらうということ、まあ、それが橋渡し役の一歩じゃないかと、まあ、こんなことを、記述したところであります。要約しますと、まあ、平和文化の振興ということで、世界中に広めていくことで、それをですね、共有することによって、平和な世の中というものを目指していく、まあ、簡単に言えばこういうことでよろしいんでしょうかね、はい、それともう一つは、締約国、核兵器禁止条約の締約国、なる、それとウィーンで開かれる、来年1月ですかね、開かれる、締約国会議に出席してもらうよう、平和宣言で要請していると、まず第一歩だと思いますね、締約に向けての第一歩だと思います、はい、それとヘレン・ケラーの言葉を引用されてますけれども、はいはい、これについてはですね、どういった意図を持ってですね引用されて、ヘレン・ケラーはまあ確か日本、広島に来たと記憶してるんですが、まあ、そういうこともあるのかもしれませんが、はい、ちょっとそのところをおっしゃっていただければと思います、はいはい、ヘレン・ケラーさんの言葉に関しましては、懇談会のメンバーの方から名前が挙がりまして、まあ、実際、ヘレン・ケラーさんとお会いしてね、その子のヘレン・ケラーさんをお迎えした時の歌をね覚えてって言っても何回もね今でも覚えてるって披露されてね歌われたりしたんで、あそうかと、でこのヘレン・ケラーさんね取り上げてみるということをどうかなと考えました。まあそうした時に、まあ複数の障害を抱えながらご自身がですね複数の障害を抱えながらそれを乗り越えるということをやって、その上で世界中に希望を与え続けたというふうな方であるということ、それからもう一つ今言われたように、広島には実は2回来られておるということでありまして、その被爆の前後に広島に見えているということで、ゆかりのある方だからということもあって、まず引用しようというふうにしました。そして引用した言葉に関しましてはですね、被爆後の昭和23年10月13日に、その広島を訪れた際に、当然市民から熱烈な歓迎を受け、そういった中でですね、逆にその歓迎を受けながら復興を目指す市民に向けて勇気づけるね言葉を発信されたと、その発信された言葉が、まあ一人のね力は小さいけどもね集まれば大丈夫だと、まあそういった趣旨のことを言われました。
したがってそのこの言葉を紹介することが若い人たちを中心にですね、市民一人一人というものが力を結集して核兵器のない世界の実現に向けて行動してもらいたいということをね、その被爆直後からでも言われてるんだから、改めてねそういった思いをしっかりと若い人に伝えられればというふうに思って引用いたしました。まあ、若い人を中心に、一人一人の力を結集すれば、世界を動かすことも間違いなく、可能だと。簡単に申しますと、そういうような理解でよろしいでしょうか。はい、それを平和宣言の中に込めたという。はい、はい、分かりました。はい、以上。発表案件に関して、その他質問のある方いらっしゃいますか。RCC さん。RCC の平田と申します。先ほどもちょっと質問にあったんですけれども、核兵器禁止条約の締約国となるとともに、これから開催される第1回締約国会議に参加しというふうにございますが、これはもう日本政府にオブザーバーではなくて、きちんとその締約国となって、でその上で締約国として会議に出席を求めると、広島としてはですね、という理解でよろしいでしょうか。もちろん考え方はそうですね。実際でも政府は今までのね対応とすればいろんな問題があると言ってますからね。であればすぐにできることはまずは締約国会議にね参加するということだというふうに思います。まし究極はもちろん締約国になるということを目指してねやっていくんだということはきちっと整理した上でというつもりで書いております。つまりまずはオブザーバーとして締約国会議に参加して、まあ、引き続き締約国になるように求めるということでしょうか。実際に締約国になるためにはね国会での批准手続きかなんかありますからね。でも実際の年月というのは来年1月になればねすぐですから、そのためのさまざまな国会条件はできておりません。政府はねまだ取り込んでないだけど、参加ということはすぐできますからね、まあ、そんな状況だと思います。まあ、では広島としては締約国になることについては引き続きしっかり求めていくということでしょうか。はい、ありがとうございます。発表案件に関してその他質問のある方いらっしゃいますか。読売新聞さん。読売新聞の寺田です。よろしくお願いいたします。平和宣言の内容の関係なんですが、最初の方に被爆後に女の子を産んだ被爆者の方の言葉が引用されているということなんですけども、今回この方の言葉を引用された理由ですとか市長としてお伝えしたいメッセージというのはどういったところにあるんでしょうか。これは先ほど言いましたようにご自身のことのみならずね、自分のお子さんに関わることまでもねその心配しなければいけないような影響を及ぼす、それが核兵器のね恐ろしさだということも分かっていただきながら、かつそういったその被爆者というのはご自身のことも考えるけども、その他の方に対する配慮などもした上でね、やはりこういったものは絶対あってはならないというその動機づけについてね、皆さんにやっぱりよく分かってもらいたいということで引用いたしました。その他質問のある方いらっしゃいますか。中国新聞さん。中国新聞の山田と申します。今回黒い雨のことも盛り込んでますけれども、黒い雨で上空断念という動きがありましたけれども、この動きというのはこの宣言にはこう踏まえた宣言になっているのかどうなのかというところをちょっとお聞かせください。はい、私市長になって 10回ほど今までもね宣言書いてますけど、ずっと黒い雨、正確にはその鍵括弧で黒い雨降雨地域の拡大という、まずそれをねやらないと問題スタートしないということでやってきておりましたけども、今回は
訴訟でね、拡大予防される方についての上告しなくて、手帳を出すという書になりましたので、本当はそこの部分は記述方法を変えましてね、黒い雨を受けた方々を早く救済してくれと、訴訟してない方々もねちゃんと救うようにということを意図してそういった記述にいたしました。その動きを受けて内容も変更してるっていう、今までの宣言と見比べていただくと明確に分かるようになっていると思うということを申し上げています。これは雨工事拡大じゃなくて、こういった雨を受けた方々を早く救済していくと、つまり訴訟以外の方々も救済するようにということを明確に書いたつもりであります。はい、はい、ありがとうございます。発表案件に関してその他質問のある方いらっしゃいますか。よろしい、中国新聞さん。中国新聞の新山です。よろしくお願いします。とですね、基本姿勢のところで昨年までは連帯とか継続といった、まあ、行動理念を提示してきたものを、まあ、今回変えてその市民社会に平和を享受するための共通の価値観を、まあ、形成する必要があるということを念頭に置かれたということなんですけれども、こういった連帯というものからこういった共通の価値観というの形成というものに切り替えた、そこに込めた思いというのをお伺いしたいんですけれども、連帯とか今までのこういう概念を言ってたのですね、いわゆるその方法論ですね、そしてどういったことが重要かという整理をしてきたんですけれども、もちろん方法論も重要なんですけど、それ以上に今のその状況下の中でですね、そういった方法を通じて何を目指すかということもね言っておかないと、まあ、いろんな形で自分の市長になっていく後 その平和追求の仕方はいろんな形で言ってきてるんですけども、今回のように条約が批准されて効力を発したのにかかわらず、逆にそれが発したからかどうか知りませんけども、核保有国が逆にね核戦力を強化するというふうな状況が起こってるという中でですね、その方法論を駆使してどうしたらいいんだということをもっぺん強く言わなきゃいかんというふうに思いまして、それをコントロールできる為政者と、あるいは為政者を選び出すこの市民社会の皆さんの連帯ということをやるときに、じゃあ何を目指すかというと同じような考え方を目指すということをしっかりと心において連帯していきましょうと。その一緒に目指す価値観は何かというと、為政者の方が威嚇力を使って物事をやろうというのを対話でやろうということを言ってますからね、それを誘導するような共通の価値観をみんなで持っていきましょうと、今説明をした施したような自分の整理なんですけどね、そうすることで全体としてどういったそのことをやっていこうとしているか分かってくださいと。そしてあとは平和首長会議との絡み方をどう考えているかということもですね説明できたんじゃないかなと思ってますけどね。はい、発表案件に関してその他質問のある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。はい、質問がないようですので発表案件につきましては以上とさせていただきます。それでは予定の時間がまだありますので、その他の質問がございましたらお受けいたします。質問のある方いらっしゃいますか。中国新聞さん。中国新聞の水川です。お願いします。中央公園の旧陸軍以降の今後の取り扱いについてお尋ねお聞きします。市長は前回の会見で遺構の一部を切り取って別の場所に残す方向で検討されるお考えを示されています。
今後の検討の具体的な進み方について、例えばまあ方針を決めた上で、まあ、そういう移設の方針を決めた上で移行を撤去するのか、それともまあ撤去した後に、まあ、そういう検討を進めていかれるのかなど、まあ、今後の移行の取り扱いの具体的な進め方についてお考えをお聞かせください。まあ、移行というか陸軍施設の移行のですね、処理の、ね、手順を確認されたということだと思います。陸軍施設の移行の発掘調査に関しましては、おおむね終了段階に来ているというふうに認識しています。そして現時点ではですね、近代というレベルの面で その記録保存を行っているところでありまして、来月中旬以降はですね、この記録保存が完了した箇所から順次移行を取り外しまして、さらにもう一つ下の層江戸期の調査に着手するというふうな手順で考えております。でその際この処理の仕方ですけれども、これ文化財審議会の委員などの意見も踏まえまして、戦前の広島の姿の一端を知ってもらえるものに関しましては、切り取りを行いまして、その切り取ったものについてはですね、年度内には活用方策を決めるというスケジュールで、処理をしたいと思っています。なお、切り取った遺構に関しましては、当面は現地で、収蔵施設に保管しておくというふうなことにしております。そして取り除いて、さらに火葬を掘って江戸期のね調査をしながらということで、坂下島建設とのスケジュール感も調整しながらやっていくと、こんな手順を考えています。はい、今月16日だと思うんですけど、日本最大の考古学会の日本考古学協会の埋蔵文化財保護委員会の専門家4人が現地で遺構を見学されて、まあ、遺構の残りが極めて良くて大変重要な遺構であるとの評価を市文化財団の調査員に伝えてですね、来週市に保存に関する要望書を出すということなんですけれど、市長はまあこの評価について把握されていますか。把握されている場合は、まあ、市の評価と多少違うと思うんですけど、評価をまあどう受け止めていらっしゃいますか。あと、まあ先ほどご説明のあった活用策を決める上で、今後そういった外部の専門家の評価や意見をまあ参考にするお考えはありますかという大きく2点お願いします。現時点その評価を聞いておりません。ね。日本考古学協会の方が現場を視察に来られたということは把握しています。で、まあ、そのことについていろいろなご意見をがお持ちになられているというのは承知しております。で、来週にもおそらく何らかの形でご自身たちのご意見を持ってこられるということも承知しておりますけれども、本質としましては今文化財審議会公式なこれ委員会になるんですけれども、そういった委員の方にですね、今現地をしっかり見ていただいているという状況で、個別に現地を視察してもらっていますけれども、その中で発掘状況の確認と、その先ほど市長が申し上げました切り取り箇所についての意見をいただくということになっております。本質としてはさまざまな専門家のご意見があると思いますけれども、基本的にはその文化財審議会もしくは今現在その現地で調査に当たっている専門員の皆さんのご意見をもとに方向性という、切り取りのですね方向性というものは考えたいというふうに考えています。念のため確認なんですけど、文化財審議会以外の専門家の意見の取り扱いっていうのはこうそういう外部の専門家の意見はあまりじゃなんていうか参考にする想定にはなってないということですか。もともとこの発掘調査の方針を決めた経緯がですね、縮図調査を当然行っておりまして、その前に事前の歴史資料や調査も含めて
遺跡の内容も把握した上で、まあ、検討したことで、まあ、現地を保存せずに、まあ、記録保存として残すということを、まあ、決めています。でその時にさまざまな学識経験者からなる本州の、まあ、文化財審議会の、まあ、縮図調査の結果や現地視察に基づいてこの方向性を決めておりますので、まあ、一番よく詳しく知っておられるのはやはり文化財審議会の先生ということだというふうに理解しております。でいろいろな学識経験者の方のご意見があるというのも承知しておりますけれども、基本的には最初のこういった方針を決めた先生のご意見をもとにですね決めて確認していきたいというふうに思っています。ありがとうございます。はい、その他に質問のある方いらっしゃいますか。 NHK さん。NHK の佐々木です。すみません、黒い雨の件についてお伺いしたいんですけども、まあ、今月26日にまあ、国の方がですね、まあ、総理が上告を断念するというふうに言って、翌日、まあ、談話も出されて、で訴訟に参加していない人の救済も早急に検討するというようなことがあったかと思うんですけども、まあ、それを受けて市民の方には、まあ、その自分も対象になるんだろうかというような思いを持たれている方もあると思うんですが、そういった、まあ、問い合わせが今どういった状況にあるのか、あとそういった方々 の、 まあ、国が言うその救済に向けて、まあ、今後の今市としての見通しはどういうふうな見通しを持っておられるかっていうのをお聞かせ願いますでしょうか。具体的にどれくらい問いかけがあったか私ちょっと報告を受けてませんけど、担当の方にはね、まあ、ちょっと後で聞いてください。実際、この黒い雨降雨地域の問題に関してはもうね、訴えられている方は84名おられて、まあ、10名で、ね、亡くなられているようなことですけども、その方々は明確にこの手続きについてね意識を持ってこうやってこられたと。でそういった中で科学的知見がないと広げられないという、そういう政府の判断をこう前提にしながらね、ひょっとして自分もその方の近くにおりながらね、どうなんだろうかっていうような方々が間違いなくおられるはずなので、まあ、そういった方々についてはまずは今回訴訟で、判決を受けられた方々に早急にこの手帳をお渡しして、その手帳の援護制度を説明するということをやることでですね、多分身近な方がこういうふうに支援が受けられるということが分かればですね、じゃあ自分がもし、ね、手続きすればどうなるだろうということを考えられると思いますので、そういった方々についての対応の仕方、手続き、これを早急に決めていかなきゃいけないというふうに思います。だからこれは現行の制度では今までの手続きを国が定め、それを県市が受託してやっているということになってますから、そこの手続きを改定するという作業が必要です。それ抜きにはできませんのでね、それを一刻も早くやっていただきたいということ、そのためにはまだ国の方が今度の判決の中で、従前の判決との関係でね、飲めない論理展開の部分があるからというようなことを言われてますから、それを踏まえてですね、どういった手続きを考えておられるか早急に教えていただいて、それを協議する中でね、被爆された方々の立場に寄り添った立場で手続きをね、こうすべきだというようなことが言えれば言おうと思っています。もうしばらくお待ちいただきたい。まあ、県の方も言ってられますけども、そういった方々については来年度にはね、ちゃんと少なくとも出せるようにというようなことを言われてますので、我が方もなるべく早くそういった手続きができるようにということをしながらですね、もし、事前にでもこういった形で手続きが進んでますよということが言えるようになればね、できるだけ早く皆さんにお知らせるということでね、ご心配の要素をなるべく小さくしていくというふうな対応していきたいと思っています。あと感じの、はい、市民の方からのお問い合わせでございますけども、昨日段階で約40件相談をお受けしております。はい、その他に質問のある方いらっしゃいますか。はい、読売新聞さん。あ、
すみません、ワクチン関連でお尋ねしたいんですけれども、はい、まさに高齢者接種が、7月末で一応完了という、目標期限がもう明日というか、もう事実上今日で終わりという感じだと思うんですけども、改めてその進捗と、これから の, そのワクチン接種体制の見通しなどについてお聞かせください。はい、まず一番話題になりましたのはね、65歳以上の方についてどうなるかというようなことがあったんですが、この65歳以上の方の接種に関しましてはですね、ご本人としていろんなスケジュールもあるんでしょう、8月以降にでも接種してほしいという、そういった希望の方もおられるというようなことも、あるということもあるんでしょう。そうした中で当初予定しておりました接種率7割という対象者のうちの7割ぐらいということでこう考えますと、実は今のところです、8月3日頃にはですね、この7割は達するだろうと、そんな接種の進捗状況になっています。具体的に7月29日現在での接種率、少し詳細申し上げますと、1回目の接種が254,777回、率にして 80.4% と、2回目の接種が202,661回で、率にして 63.9% というふうになっています。したがって、このペースで接種が進むならば、8月中旬にはですね、2回接種を終了した方が8割にはなるというふうに進んでおります。これが高齢者向けで、そしてあと65歳未満の方については、月が改まりますと、予約していただいてですね、こちらの方の接種も着実に進めていくというふうな状況になっております。ただ問題は、国の方のワクチンの、配布ですね、このスケジュール、今までの通知いただいた範囲では、なんとかいけると思ってますから、その先についてですね、まだまだ、明確でない部分があったりしますのでですね、これは県を通じて、あるいは全国紹介などを通じてですね、より、詳細なワクチンの、配布予定を、スケジュールをですね、聞かせてくださいと申し上げて、それができれば、より具体的な接種の、手順が進められると、そんな状況になっています。ありがとうございます。おっしゃっていただいた内容の確認で、いわゆるこう接種の完了というものをどう定義するかというのが、なかなかこう自治体によっても、国もこうはっきりとしたことはなかなか断定されてないと思うんですが、接種の完了というのは、接種率7割という目標はあると思うんですけども、完了についてはどのように定義されているか。私自身はその完了という定義がですね、できてないと思いましてね、つまり義務的なものでね、対象者全員がやるということが完了とかっていうことで言えばいいとも簡単ですけどもね、任意の接種ですしね、とりあえず何パーセントとかっていうことでやりましょうというようなことを言ってますから、政府の方も完了という言葉を使ってますけども、厳密な定義はできてないんじゃないかと思いまして、今申し上げたように率とすればここまで来てますということでご了解いただけると思いますけど、あと今回その終了時期としては8月、終了というか7割達成するのが8月3日頃の想定でいらっしゃるということで、これはおおむね予定通りのペースであると認識されていらっしゃるということですか。はい、おおむね予定になっております。はい、ありがとうございました。その他に質問のある方いらっしゃいますか。中国新聞さん。すみません、今の質問に関連してなんですけれども、今広島市内含めてですね、地方でもその感染者の方が増加してきているんですけれども、市として市民に何か呼びかけたりとかですね、対応を求めたりということを現時点で何か考えていらっしゃいますでしょうか。これは全体の状況についてはね、県の方の役割として、各基礎自治体に対してですね、どういった対応するか、あるいは県下全般についてどうするかということを発信していただいてますので、それと全く同一補助でね、やらなきゃいかんということであります。ただ今言われたように、東京を中心にね、
発症者増えてまして、これいずれ広島にもというような状況であります。従いまして、確かに高齢者の方々は今言ったようなワクチン接種が進んで、重症化も少ないし発症数も抑えられているという状況ですけれども、逆に変異株によりまして、それ今65歳以上、例えば40代とかね、さらには小中学生の中でもね発症するという方が増えておると。これらは多分家族内感染といいますかね、親御さんが仕事をしておられてそういった感染症が拡大している地域との行き来をするということがあったりして、それで東京中心に全国に広がるというようないうふうに分析した方が正しい状況が見て取れますので、そういった家族内感染というものを防ぐということも重要ですけれども、そういった大人のその県境を越えた移動というようなものをね避けていて、そしてその方々がまたこの地域に戻った時に、集団で接触する場があれば移りやすいですから、それをなるべく抑えていくと。そしてそれがやらなきゃいけない状況だということを理解していただくために、公的な施設などで不特定多数の方々が比較的容易に集まれるような施設については、申し訳ないけども集まりにくい状況を設定することでですね、自分たちの行動を自粛するということを自らの行動にこう変えていただくということをお願いしたいなというふうに思っています。具体的にそのいつ頃お願いしようとか、いつ頃発表しようとかっていう考えはありますか？県の方でもうすぐ対策会議を今開いてますので、そこで一連の対策を決められますので、それと補聴を合わせてこちらも対応していくというふうに思っています。その他に質問のある方いらっしゃいますか？中国新聞さん。中国新聞の山田です。先ほどのワクチン接種の件なんですけれども、まあ、ワクチンの供給量の先行きが見通せないということで、具体的に何かその接種ができないとか、まあ、予約これからちょっと受付停止するとか、そういうふうなところはまだ今のところはないんですか？今のところはまだなんとか持ってます、はい。まあ、これ国の方で言ってます、県の方にある程度調整要員のですねワクチンをこう配布するようにしたのでという配慮もありますけれども、少し長期にわたるとですね、十分ではない部分もありますけど、当面8月の間はですね、まだ大丈夫だと思っています。その後がまたね入ってこないと、2回目、1回目だけではなくて1回目2回目をセットということでね予約を取るようにしてますから、その分の供給量の見通しが立たないと次なる予約が取れないというようなことになります。はい、8月の間はまあ大丈夫だろうという感じの、はい、多分いけると思います。はい、その他に質問のある方いらっしゃいますか？よろしいでしょうか？はい、それでは質問がないようですので、本日の市長記者会見は以上で終了させていただきます。ありがとうございました。